こんにちは、あるいはこんばんは。霊夢なのよね。マリサだぜ。今回はスパイファミリーメインキャラのゴッチーデータを公開するのよね。ゆっくりしていってね。まず一人目は、本作の主人公ロイド・フォージャー、タソガレ。東西平和の実現のために活動するエスタリスキっての敏腕エージェントなのよね。表の顔は、真面目で優しい父親で、バーリントン総合病院の精神科医なのよね。裏の顔は、伝説のエリートスパイだぜ。所属は、ウェスタリス情報局対オスタニア課のエージェントだぜ。好きなものは？確かな情報、パリッとしたスーツだぜ。嫌いなものは？戦争、非合理的振る舞いだぜ。ロイド自身がハマり役だと思っている変装は？ほぼ全部だぜ。完璧だと思ってないと作戦に使わないぜ。任務で経験した最大のピンチは？核爆弾の停止よりも緊張したアーニャの面接だぜ。戦闘力は夜と比べてどれくらい？単純な身体能力であれば夜が100、ロイドは60から70くらいだぜ。でもスパイなので直接光線を避け、重火器や罠などを使えばトントンくらいだぜ。フォージャー家で作るロイドの得意料理は？一流シェフを演じたこともあるので何でも作れるぜ。アイズオンリー。続いて、もう一人の主役、アーニャ・フォージャー。被験体007。心を読むことができる元孤児の超能力少女なのよね。表の顔は、ワクワクの新生活を楽しむ女の子なのよね。所属は、イーデン校1年3組セシル寮なのよね。裏の顔は、生き物の心の声を聞く超能力者だぜ。正体不明の組織にて被験体として扱われ、心を読む超能力を身につけたぜ。ピーナッツ以外に好きなものは？学食ではオムライスをよく食べてるぜ。あとは小動物的にカリカリかじるものが好きそうだぜ。靴のサイズは？14センチくらいだぜ。アーニャの必殺パンチの威力はどれくらい？300スターインパクトだぜ。他に母に教わった必殺技はあるの？スターキャッチアロー、ライジングホープ、スネキック、目つぶしだぜ。今一番欲しいものは？レディシープの限定版羊のキーホルダー超高いだぜ。学校の得意科目はここ以外ありますか？他の科目も自分では得意だと思っているかもしれないぜ。アイズオンリー。次は、夜フォージャー。イバラ姫。国にあだなす者を暗殺。美しき凄腕の殺し屋なのよね。表の顔は、初心者妻&母。所属は、バーリントン市役所の職員なのよね。裏の顔は、一騎当選の実力者。所属は、暗殺組織ガーデンの殺し屋だぜ。あのアイスピックのような武器について教えてなのよね。スケレットという武器で、イバラの棘のイメージだぜ。スケレットを使う理由は？苦痛を長引かせず一撃で楽にしてあげるからだぜ。イバラ姫の仕事の成功率はどれくらい？目撃者が出る場合もあるが、ターゲットを始末するという意味ではおそらく 100% だぜ。身長の他にも何かしら身体データはありますか？握力は計測器が壊れるので測定不可だぜ。アイズオンリー。続いてボンド・フォージャー。実験体8号。プロジェクトアップルで予知の力を得た大型犬なのよね。研究施設解体とともに闇に流されていたが、テロ事件解決の際にアーニャたちに拾われ、フォージャー家の一員となる。知能が高く優しい穏やかな性格なのよね。ボンドの予知能力は、断片的に数分から数時間先の映像が脳内に再生されるぜ。アーニャがいないとき、家では何をしているの？ゴロンゴロンしたり、ぐでんぐでんしたり、たまにペンギンマンにちょっかいを出したりしてるぜ。フォージャー家フランキー含むで懐いている順は？1番アーニャ、2番ロイド、3番フランキー、4番ヨルだぜ。散歩は好き？1日何分くらい散歩している？好きですがボンドはあまり活発ではないので、毎日30分くらい。ロイドが忙しいときはヨルが連れて行ってるぜ。アイズオンリー。スパイファミリーの舞台は、隣り合う二つの国。国家体制と社会構造の違いから凄惨な戦いを引き起こし、兵のみならず罪なき民にも多数の犠牲者を出したオスタニアとエスタリスなのよね。続いてフランキー・フランクリン。情報屋、タソガレに協力する情報屋兼発明家なのよね。表の顔は、いくつもの顔を持つ一般人。フランクリンという姓も偽名の一つなのよね。裏の顔は、情報屋で広く、確かな情報網を持ってるぜ。国中に人脈を築き、黄昏が必要とする秘密情報を瞬時に、確実に届ける凄腕の情報屋だぜ。意外な一面があれば教えて。戦争被害者の支援や地雷撤去などの慈善活動をたまにやっているぜ。今まで何人くらいに振られたの？星の数くらいだぜ。これまで作った発明品はどれくらい？ガラクタを含めたら数えきれない。ロイドが採用するに至った実用的なものはほんのわずかだぜ。発明品で、面白いものがあれば教えて。女性との会話特訓マシンロイドが作ったフローチャートをもとに、強制身長引き伸ばしマシン失敗、スケールメガネ失敗だぜ。もじゃもじゃ頭に何か秘密はあるの？ただの天パです。小型の盗聴器くらいなら隠せるぜ。ウェスタリスの味方というわけではないが、窮屈なオスタニアのやり方に、情報屋という形で戦っているぜ。アイズオンリー。次はダミアン・デズモンド。所属はイーデン校1年3組セシル寮。デズモンド家の次男で異性を張るリーダー気質なのよね。目標は、インペリアルスカラーだぜ。インペリアルスカラーを目指す本当の目的は、兄と同じ土俵に立ち、自分に無関心な父に関心を持ってもらうためだぜ。ステラ獲得のため常に全力で勉学に勤しみ、息抜きが苦手なダミアンなのよね。だが、ユーインやエミールとの交流をはじめ、アーニャたちと共にトランプで遊んだり、必殺技の名前を考えたりする子供らしい一面もあるぜ。月にどれくらい実家に帰っているの？寮生は夏休みなど長期休みぐらいしか帰らないぜ。ローリングスイーブ以外に必殺技はあるの？ライトニング筆記、インペリアルスカラーバサバサだぜ。学食のお気に入りメニューは？デズモンド家の教育で下が超えていそうだぜ。
学食を使わず寮で食べることも多いぜ。寮母さんが作るシュニッツェルがお気に入りだぜ。アイズオンリー。次はベッキー・ブラックベル。所属はイーデン校1年3組セシル寮なのよね。ちょっとおませなアーニャの友人。大手軍事企業ブラックベル CEO の娘なのよね。価値観の違いと辛辣な言動から、同年代の子供から敬遠されがちだったベッキーだが、アーニャとはすぐに友達になったぜ。恋愛ドラマバーイントンラブにハマっており、恋愛に興味津々だぜ。普段はどんな遊びをしているの？お人形遊びドロドロ恋愛もの、一人ファッションショーだぜ。プレゼントのピンクの戦車や戦闘機もらってどうしたの？試写してすぐに飽きた。音が可愛くないわねってベッキーが言ってたぜ。羊のマーサとはどれくらいの付き合い？ウバくらいのイメージなので、物心がついた頃からだぜ。学食のお気に入りメニューは？オマールエビのトマトクリームパスタだぜ。夜の特訓を受けて何か成果はありましたか？校門前の階段の上りが少し楽になったぜ。ロイドに一目惚れをしたベッキーのラスボスだったはずの夜の優しさにほだされて弟子入り。案外ちょろいぜ。学園生活は、アーニャと出会い毎日が充実なのよね。アイズオンリー。次で最後、ヘンリー・ヘンダーソン。所属は、イーデン校教師歴史担当第三寮寮長なのよね。気品あふれるイーデン校の教師。アーニャたちのクラス担任教師。イーデン校入学試験を仕切るほど高い役職を得ていたが、同僚を殴ったことで降格したぜ。名門校の教師として誇りを持ち、生徒に対しても分け隔てなく厳格に接するエレガントな仕事をしているのよね。エレガントな日常を送る。日々をエレガントに送るには手入れの行き届いた身だしなみ、忘れ物は持ってのほか、休日でも自堕落な生活はノットエレガントだぜ。ヒゲの手入れで愛用しているものは？昔から愛用しているハサミと香りの少ないヒゲオイルだぜ。ロイドをボーイと呼ぶが、ヘンダーソンにとって何歳までがボーイ？おじさんに見えない人は全部がボーイだぜ。実は身体能力が高そう。得意スポーツはあるの？乗馬が得意だぜ。ティータイムのお菓子は？ススコーンだぜ。アイズオンリー。以上がメインキャラの判明している主なデータなのよね。アーニャのワクワクは止まらない。父母ボンド毎日ワクワク。ロイドに懐いたのは、最初はスパイへの興味。しかし夜、ボンドと共に、すぐに大切な家族になったぜ。最後まで見ていただきありがとうなのね。チャンネル登録と高評価とコメントよろしくだぜ。それでは、さようなら。あるいは、See you again。